上尾にありますラディアス、こちらのお店にお伺いの方をさせていただいております。で今回なんですけれども、今お店の中に入っていきたいと思うんですけれども、はい、こちらなんですが、アバルトの1240スパイダーなんですけれども、こちらはですね、ラブーンの社有車ということで、コーティングの方をですね、施工をしていただきましたので、こちらのご紹介ということで今回は行っていきたいと思います。今回ですね、取材に協力をしていただきましたラディアス上尾の社長さんであります田島さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はですね、車のコーティングですね。私も、自分のマイカーでやはり車のコーティングを施工するんですけれども、新車でしたら、ディーラーであるとか、ガス下のキーパーとか、そういったところでもいいと思うんですけれども、いわゆる専門店と言われますコーティング屋さんというのがございます。でこちらのラディアス上尾さんは専門店ということで、こういった趣味性の高い車ですね、または旧車、そういった車でも施工ができる非常にプロフェッショナルな方ということで、今回はですね、田島さんを交えてコーティングについてのご紹介をしていきたいと思います。でまず、社長さんにですね、お伺いしたいこと、私からですね、ご用意をさせていただいておりまして、独立をされて、でラディアス上尾ということで今店舗を構えていらっしゃるんですけれども、開業された経緯ですね。で、私も実際にですね、ブログ等を読ませていただいていて、板金塗装の経歴ですね。で、あとやはり磨きが非常に重要ということで、磨きをもう何十年も積み重ねてきたということで書かれているんですけれども、その辺のですね、社長さんがこれまで積み重ねてきた経緯というのをもう少し詳しくご紹介をしていただけたらなと思うんですが、はい、そうですね、まず一番初めは、車 の, 塗装の仕事をしてました。はいはい、はい、それでもやっぱり磨きはするんですけど、はいはい、やっててちょっと自分のやりたいこととはちょっと違うなっていう、純粋、詳しく、はっきり言えないんですけど、はいはい、これじゃないなと思ったんですよね。その時に、はい、僕の勤めてた板金屋さんに、はい、出張でコーティング屋さんが来たんです。ああそうなんですね。はいはいはい、はい、で磨いて、黒い車をきれいにして、それを見た時にあなたらくこれがやりたいなと思ったんですよね。実際塗装をやってたのは3年間ぐらいなんですけど。あ、3年もやられてたんですね。はい、そうですね、はいはい、なんとなくその磨き屋さんが磨いてるのを見て、仕上がったのを見た時に、これがやりたいって思ったんですよね。あ、それまで僕はあんまりこれがあれがやりたい、これがやりたいっていうのはっきりしたものが見えなかったんですけど。あ、そうなんですね。その時に思ったんです。それはちなみに今から何年ぐらい前の話なんでしょうか。それがですね、今52歳なんですよ。はいはいはい、それが多分25歳ぐらいだったと思うんですよ、ね、ああそうなんですね。車は昔から好きだったんで。なるほど、車関係の仕事がしたいっていうのがあったんですけど、はいはいはい、その時に、はい、やっと。なるほどね。と思いました。ああなるほど。じゃあ塗装からですね、はい、入って、はい、で磨きの方に、専念されて、はい、ラディアス上尾さん、上尾ということで、開業されてると、いう。ただそれからですね、はい、ずっと勤めてたんです。はい、そういう、出張したりはい、する、はい、コーティング屋さんの仕事をしてまして、はいはい、でそれから、結構預かってきっちり仕上げるっていう、磨き屋さんの仕事も、コーティングの某会社の中で出張して、はい、磨きをするという形ですか。はい、そうですね。ああ、はい、なるほどですね。でそこでやっぱりもうちょっとレベルの高い仕事がしたいなってことで、はい、預かってこうきっちり仕上げるお店に勤めてまして。ああなるほどなるほど、はい、でそれから、独立して自分で、はい、あ、はい。ちなみに塗装が3年、はい、板金塗装3年経験があったということなんですけれども、はい、実際に開業までの間の、はい、サラリーマンの時代ですね、はい、大体何年ぐらい経験を積み重ねていらっしゃったんでしょうか。13年ぐらいですかね。はい、で13年ぐらいはサラリーマンとして、はい、そうですね、
はい、展開されていて、はい、で開業されたのが何年になりますか、はい、2009年2009年からということですね、はいはい、そうするともう13年14年目になるということですよね、はいそ, うすはい、そうするともう27年そうですね約30年近く、はい、もう磨きの方にもう徹されているということで、はい今回このラブーンのですね、所有者なんですけれどもこちら非常にですね傷がもう全体的につきまくってる車だったわけなんですけれども、まあ、これをですねなんとか新車の状態に今戻したいということで、ラブーンの編集長もですねかなりコーティングの、まあ、ブログ記事っていうのを上げてるわけなんですけれども非常にこだわりを持ってる方です。で今回、ラディアス上尾さんそれから田島さんを、まあ、選ばれたということでやはり今までのその経歴ですねなかなか30年近くやはりそのコーティングの仕事にこう専念されてるプロフェッショナルの方って実際少ないと思うんですけれどもいかがですかね。次の項目になるわけなんですけれどもあのガソリンスタンドのそのコーティングそれからですね、まあ、新車時にですね施工するそのディーラーのコーティングとかあったりするんですけれどで私もですねガススタンドは使ったことないんですけどあのディーラーに関してはですねもう何回かあの新車の時ですね、まあ、ステップワゴンとか、今ですとノアボクシーとか、普段乗ってるんですけれど納車される前の、コーティングをやりませんかということで結構まあ定番のメニューになってくるんですけれど、まあそれをですね私もやってたりするんですけれども、実際問題 YouTube を見ていてなんか問題点が結構上がってると、で一つは何かというとですね、もう新車のディーラーのコーティングってまずその耐用年数が非常に短い、1年とか1年半ぐらいしか持たないよということでいうこと、それからもう一つは非常に施工する金額が高い。まあ、10万以上は、まあ、普通にかかってくるわけなんですけれども、これらのですね、コーティングの、まあ、問題点っていうんですかね。まあ、その辺についてですね、少し、まあ、これからコーティング選びをされる方に向けて、何か、アドバイスというか、言及をいただけると非常にいいかなと思うんですけれども、その辺はいかがですかね。まず、正直、まあ、下地処理のレベルというか、はい、まあ車一台一台によって状況はいろいろ違うんですよね。はい、輸入車であったり、日本車であったり、ボディから、はいはい、あとどんな感じで、はい、あの納車までの間保管されていたのか、あー、なるほどなるほど。状況はいろいろ違うんですけど、まあ、それに合わせた下地処理までの方法をが、まあ、できるような人が、うん、まあ、見てその辺判断できるような人がいればいいんですけど、はい、まあ、なかなかそれが、うん、まあ、人によっても差がありますよね。うん、ありますよね。はい、なるほどなるほど。そうするとあのまずそのガススタのそのコーディングで言えることっていうのは、はい、結構その車によって、はい、まあ限定的であるっていう言い方もできるかと思うんですが、はいはい、まあ、例えばですね、まあ、新車の状態で全く、はい、まあ、あの塗装に関しては、まあ、問題がない状態、非常にもうだからまっさらの新品の状態で、また、旧車とかになってくると今度あの腐食してたりとか、あとは、まあ、板金塗装していて直していたりとか、またはもう非常に古い車になってくると塗装の膜厚が非常に薄かったりとかで、場合によってはこう磨いたりすると、塗装が剥離したりとか、フェラーリとかですとガムテープつけただけでもピッてこうガムテープ剥がすと、はいはいはい、あの塗装が剥がったりとか、まあそういった車もあると思うんですけれども、はい、まあそういった懸念がない新車だったら、はい、ガススタの、はい、コーティングでも特に問題ないんでしょうか。そうですね、あの非常に言いづらい、まあその辺はあのちょっと編集、はい、させていただこうと思うんですけれども、はい、はいはい、そうですね、まあ皆さん保管環境とかお手入れ環境がまあ違うので、まあ、何とも言えないんですけど、はい、まあおそらく、コマーシャルとかそういうような、
いう効果はそんなないかなと。ああそうなんですね。はい、なるほどなるほど、はい、じゃあ結構じゃ あ, あれですか、こう名 YouTuber さんの方で、はい、例えば、1週間、はい、雨差しの状態で、はい、車をこう保管というか雨差しの状態で使ってましたと、はい、で1週間経った後にこう洗車を、水をかけて撥水がいいよねっていうのは、あれは実際どうなんですか、やらせなんですかね。1週間じゃ多分1週間でダメなコーティングがちょっとやばいですまあそうですね、そうですね、まあ、1ヶ月ぐらい放置して綺麗に落ちる性能があれば、まあいいかなと思います。ああそうなんですね、はい、なるほどなるほど。要は場合によってはその何ですか、高いものとか安いものがあるじゃないですか、はい、ガススタのコーティング屋さんでも、はい、ピンキリであると思うんですね、はい、でそのコーティングによってはいいものもあったりやっぱするものなんでしょうか。そうですね、正直詳しく分かんないなるほどですね。ただ正直私のような店によく来るのが、一度どこどこのでコーティングしたんだけども、あんまり良くなかったと。なるほど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 。すぐシミになっちゃうし、ということで、やり直しされる方は結構多いですね。で、ちょっとディーラーのことコーティングの話になるんですけど、ディーラーコーティングっていうのは、はい、私も正直新車とついでで、ディーラーコーティング、ちょっと してるような状況なんですけれど、ディーラーコーティングって正直ぶっちゃけどうなのっていうところなんですが、はい、やはり耐用年数がやっぱりこう低い、1年とか1年半ぐらいしか持たないっていう話もあるんですけれど、それについての見解はどうお考えですかね。そうですね、正直あれはもう、儲けのためのツールとして、なるほどなるほどなるほど、ディーラーさんもなるほど、はい、あるメニューだと思うので、何もしてないよりはいいと思うんです、で、多分非常にマージンが大きいので、なるほどですね、数万円の原価に、マージンをたっぷり乗っけて、数万円の原価に12万とか10万とか、そうです、乗せてるという現状が、あったりとか、はい、ただ、言えば、簡単に値引きはしてくれると思うんですけど原価に近い値段で、成功できて、何でもいいのであれば、それをかけるのも悪くないかなと。なるほど、やらないよりは、そうです、やっといた方がいいよと。はい、あとはなんかこう他のところ持っていくのめんどくさいから、はい、とりあえず暫定的でもいいからやっとこうっていう人にとっては、はい、決して悪いもんでもないっていうことですかね、はい、乗ってないよりは乗ってた方がいいよっていうことですよね、はいはい、今回2パターンのガススタと、ディーラーコーティングとで、両方の話させていただいたんですけれども、やはり一つね、問題点として挙げられる部分っていうのが、新車だから、特に磨く必要っていうのはないかもしれないんですけれど、最初のその仕上げですよね。そういったところのこう、見極められるスキルを持っている技術者っていうのが、少なからずとも、ほぼいないと思ってもいいのかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうかね。そうです。人によってかなり差はあると思います。そうですよ、ね、かなりできる人もいれば、始めたばっかりの、人もいるので、そうですね、一概に全部とは言えないんですけども、そうです、なかなか上手い人に当たる確率がものすごく低くなってますね、そうですよね、正直ディーラーさんは、お客さんに、普通に納車ができればいいので、なるほどね、クオリティ的にもそれほど求められていないのかな。なるほどね、はい、ということなんですね。そうしますとですね、今度そのボディーコーティングの専門店の施工メリットっていうところですね、そこをね、ちょっとご紹介いただければと思うんですけれども、でやはり私はね、思うのは、今回も田島さんのそのインタビューをさせていただいて思うところ、そのコーティングの専門店のメリットっていうところなんですけれども、私はF355 乗ってるんですね。で、フェラーリなんか特にそうなんですけれども、私自分で整備とかもやったり、車検はもうフェラーリ乗ってる友達に車検を取ってもらったりとかしてるんですよ。だから、もう完全に業者さんから手を離した状態で、管理してるんですね。で、なんでそんなやり方すんのって話になるんですけれども、実はフェラーリっていう車って、先ほども話したんですけれども、例えばこういったフェンダーの部分とか、マスキングテープを例えば貼るじゃないですか。
なんか塗装するとか、ちょっとなんか色を合わせちゃったねとか、ちょっとクリア塗装かけたいねとか、少しぶつけてしまったよねとか、まあそういうところがあったりする時もちょっとあったんですけれども、下手にマスキングテープをして、で、剥がした時に塗装が剥がれるっていうね、いうことがあったりするんですよね。で、僕の車は割とまあ塗装が綺麗な方なんですけれども、それだけじゃなくて、例えば、まあ、ラリテス・アキュさんの田島さんのブログでも見たんですけれども、例えば3位トラック。あれなんかもう、何十年も前の車ですよね。少なくとも86よりも前の車になるわけなので、もう40年とか50年近い車になってくると思うんですけれども、そういう車って、先ほど、まあ、お話しした、ガススタのコーティング。で、まあ、ディーラーのコーティングなんかはもう完全にね、中古車になってくるので出せないじゃないですか。で、少なくとも経験を積まれてない人間が、その3位トラックであるとか、例えば私のそのフェラーリであるとか、まあ、そういった車をですね、施工をお願いするかって言ったら、なかなかできないと思うんですよ。で、少なくとも、そういった30年近いその経験を積まれてる方だったら、いろんな車を経験されてると思うんですね。で、まあ、詳しくはですね、田島さんの、ラジエス・アギョーさんのブログ見ていただければと思うんですけれども、いろんな車をですね、施工されてます。で、その中でやはり、趣味性の高い車ですね。もちろん乗用車も、まあ、フィットですね。うちのお袋もフィット3乗ってるんですけど、まあ、そういった車から、サニートラック、それから458、で、また、ウラカンですよね。まあ、そういったですね、幅広い車、もうスーパーカーからコンパクトカーまで、幅広い車を、コーティングをされてるということなので、で、すべてがね、おそらく、僕思うんですけど、工程は同じかもしれないけれども、多分、磨きを入れる時の、実際のやり方って、全く違いますよね。その辺をちょっとご紹介いただければなと思うんですよね。そうですね。この車が過ごしてきた、まあ、環境というか、状況が、すべて違いますから。はい。塗装面の状態が、はい、まあ、いい場合、はい、はい、はい、あと、まあ、修理した後、綺麗に修理されてる、まあ、適当に修理されちゃってるみたいな、はい、差がいろいろあるので、まあ、その辺をしっかり見極めた上で、はい、まあ、あと、コンパウンドもかなりの数十種類ありますから、はい、まあ、最適なものを選んで、はい、コンパウンドバフ打って、しっかり、まあ、いいか、照明をしっかり当てた、傷を見やすい環境を作った中でしっかり磨いていくっていうことですね。なるほどね、はい、ね、僕も今回取材させていただいてすごく感じたんですけれど、このね、照明なんですよ。これ分かります？これ多分ね、普通に入ってきても何も気づかないですよね。そうですね。で、これがね、かなりね、ポイントなんですよ。で、照明によってこのね、車の傷の映り込みが見える見えないっていうところがですね、出てくるっていうことなんですよね。で、先ほど話をした、まあ、巷のガススタのね、コーティング屋さんとかになってくると、まあ、少なくともね、こういった状況の中で、作業ってやんないっすよね。そうですね。基本的に。ないと思います。うん。はい。しかも、僕はですね、実は、今時代は LED になってるんですけども、はい。この、ライダーまだ HID を使ってるんですよね。HID なんですか？そうです。理由は、まあ、ただ、傷がやっぱりどうしても LED よりもこの HID がよく見えるんですよ、うんうん、はい、ああ、なるほどなるほどなるほど。それであえて LED にせずにこれならやってます、うんうん、なるほどね。いや、その辺見てるわけじゃないです。なるほどね。いや、でも、あれじゃないですか。最近、HID の方が高いんじゃないですかね、逆にね。あ、そうなんですかね。そうですよね。物が多分出回ってないっていうのも多分あると思うんで。はい、そうそう。多分ね、僕思うんですけど、照明というかね、少なくとも職人さんって僕思うんですけれども、まずね、取り揃えているその道具によって、この人ってどのぐらいまでの技術を持ってるのか持ってないのかっていうのが、まずね、見分ける一つのポイントになると思います。僕正直すごく、今回取材させていただいて、改めて感じたところですね。で、実際僕自身もですね、職人ではないですけども、まあ素人のプライベートとして、で、やっぱりこう整理していくじゃないですか、いろいろ。そうするとね、工具箱がね、どん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 ね、膨張していくんですよ。わかります？ドライバーもなんかいろんな本がどん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 こう、入り混じってくるわけなんですけれども、要するにそれって、ただ単に買い増しをしてるわけじゃなくて、いろんなこう経験を積み重ねていった結果、
それにぴったりな道具っていうものがどん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 こう増えている結果であるっていうことなんですよ。だから一つ皆様にもお話ししておきたいのは、腕前を見極める上でやはりこの設備であるとか、あとこういったですね、道具ですね、こちらにもあるんですけれども、こういったものをまず見ていただきたい。その上でですね、お店選びというか、コーティング屋さんどこにしたらいいのかっていうことを、選ばれるということを、おすすめするというか、少なくとも多分我々の言ってることっていうのはほぼほぼ合ってる部分っていうのがあるんじゃないかなというふうに思います。やはり腕のある人と腕のない人だったら、ね、当然やっぱり腕のある方を選んだ方が安全ですし、仕上がりも少なくともですね、これ例えば外の、太陽の光だけで磨きをするのと、こういった照明ですよね、 HID を使った照明で磨きをするのとは仕上がり具合って全く異なりますよね。そこは、はい、だって傷が見える見えないっていうのがやっぱりあるわけですもんね。まずしっかり見えないというところがあります。ですよね、はい、しっかり見えないのに磨きができるかっつったらそんなこと絶対できないじゃないですか、だからそういったところがすごくもう一般のそのコーティング屋さんと専門店とでは大きく違いが出る部分であるということが、言えるんではないかというふうに思います。これがですね、ボディーコーティング専門店でのですね、施工メリットということになってくるかと思います。はい。で、最後なんですけれども、はい、今回、田島さんにですね、コーティングの、事情ですね、ご紹介をさせていただきまして、主にですね、専門店のボディーコーティング の、 そのメリットと、いうことでね、ご紹介を、させていただきました。で、やはりね、ボディーコーティング、生命性は何と言いましても、やはり今まで経験を積み重ねてきたスキルというものがまず一つ挙げられるかなと思います。やはり下地処理がですね、しっかりとされてない中で、どんなにいいコーティングを施工したとしても、やはりこう美しく仕上がらないということがまず一つあるかと思いますので、やはり、いろんな車がね、あると思うんですけれども、いろんな車に合った、その、磨き方っていうんですか、その辺に対応ができる職人さん、これが非常にまず重要だっていうことが、一つお分かりいただけたんではないかと思います。その辺に着目した上で選んでいただくと、間違いのないコーティング屋さんに任せることができて、車もですね、新車以上の輝きを取り戻すことができるんではないかと思いますので、ぜひ、ラディアス上尾さんですよね。大宮、伊那、それから桶川、北本、上尾、川越、大宮近辺ですね。お住まいの方はですね、ぜひですね、ラディアス上尾さん、概要欄の方にですね、リンク先の方貼っておりますので、ぜひ一度お問い合わせをいただければと思います。はい。それでは長時間にわたりご視聴いただきまして、ありがとうございました。失礼をお願いします。ありがとうございます。